これね、前回去年私が使ったモデルですね。フィールドゴア、コーデュロイのパッドが入ってます、ね、これ標準装備で入ってるんだろうね。このパンツかっこよくない？ねえ、よし、すげえ。何これ、ずっと物が当たる感じか。はい、じゃあ、おー、冷たい。この後ろ側にここにさっきの装置がいまして、はい、チングルマンです。今回もですね、ワークマンさんの春夏のね展示会にね招待されたんで来ました。でね、これからいろいろ見ていこうと思うんだけど、まあ、すごく盛り上がってるんでね、いろんな商品ねまた春夏ご紹介できると思いますんで、楽しみにご覧になっていただければと思います。さあ、奥に入っていきましょう。まずね、キッズコーナーね、ワークマンキッズ、形でねこういうのもあったりとか、今日はねちょっとねなかなか予定が合わず、私一人での参加になってます。はい、こちらねバイクのブースになってますね。はい、やっぱりね、レインウェア、この時期ねどんどんね活用することが増えてくると思うんで、レインウェアなんかのも出てますね。はい、入ってみましょう。で、あとはですね、こちらグローブ、グローブ関係もやっぱ充実しますよね。ああ、これね、前回去年私が使ったモデルですね、メッシュグローブね、ライトプロテクションメッシュグローブだったかな、確か名前が、これですね。あ、エアーメッシュプロテクショングローブね、2500円、これすごいね、僕去年使ったんですけど、ここら辺おすすめですね。うん、これからね、夏場、用意する方なんかはねこちらねすごく、重宝すると思うんでね、去年使ったけどまだ全然やれてないんでね、2シーズン3シーズンぐらいいけるグローブなんじゃないかなと思います。もちろん使用頻度によってね、異なってくるとは思うんだけど、ここら辺もなんか便利だね。あ、これは完全にレザーグローブですね、1900円。これすごいね、レザーベーシックグローブ、これもいいね。あ、ちゃんと握りのところがねクッションがついていい感じになってますね。あとはね、ヘルメット中入る、中にねかぶるようなこういうやつ、これはあれだね、春先なんかでもいいかもしれないよね。この花粉症対策とかさ、マスクかぶれないし、なんかもこういうのはいいかもしれない。で、接触冷感でできてる、要するに冷たくなる、まあ、ストレッチがもちろんあって、抗菌防臭 UV カットで、接触冷感っていう感じで、まあ、ちょっとひんやりする感じの素材ってことですよね。うん、いいんじゃないかなと。いろんなカラーもあってね、ヘルメットの下なんかにかぶるにはちょうどいいんじゃないのかなっていう気がしますね。あとはこうヘルメットのね、口元部分がすごい衛生的でいいのかもわかんないですね。うん、防水系のねバッグ、ね、メッセンジャーバッグですね。こういうのもいいよね、バイク乗ってる人はね。うん、ちなみにこういうで、まあ、2500円、サイズが20リットルですね、結構入る、ね、で防水仕様になってるって感じですね。はい、こういうものもあったりとか、あとはブーツ系ですね、ライディングブーツなんかね使えるやつかな、これがライディングブーツですね。3500円だと、これすごくね。あ、これはね高所作業にもだからいろいろね、使い勝手が他にもあるんだろうけど、使えるっていうモデルはね。でしかもこれ、ちょうど、ね、シフトの部分とかにもね、プロテクションになっていいんじゃないのかな。で先っちょにこれ鉄なのかな、何が入ってるんだろう、樹脂なのか、あとはまあ、要するにこれ何て読むのか分かんないけど、まあね、
滑らない素材っていうのがいいよね。これはバイクにとって大事なんじゃないかなというような気がしますよね。フィールドゴア、コーデュロイのね 3D のメッシュパンツ、こういうのもあったりして3900円。もちろん、あ、簡単なねニーパッドが入ってますね、で膝がねすごくストレッチが効いてる素材で、で膝の裏がメッシュになってて通気性が良くなってますね。あとはパンツのお尻周りなんかも、あとはウエストのところにギャザーがついてて、小物入れなんかも結構充実して、あ、これなんだろう、サイズ調整ができるようになってるのがね、こんなものがあったりとか、股のあたりもこれメッシュになって、4月発売だそうです。上着なんかもセットアップで用意されてますね。はい、こちらですね。これもメッシュがかなり効いて3900円ですね。すごい、ね、中開けるとさ、見てメッシュになってていうか、心もね、風が通せるようにねなってたりとか、メッシュジャケット、あとここにもポケットが胸のところにもあったりとかしてね。あとこれはサイズ調整ができる、でバタつかないようにサイズ調整が、3段階のサイズ調整ができるような感じになってますね、あ、ここにもポケットがあって、よくできてますね。あ、さらに上何これ、これは何だ、あ、胸のパッド入れられるようになってるのかもしれないね、これね、で、そことにはオートとね、この、あ、3種類あるね、色がね、こういう感じで、これサイズ LL ね、僕は170センチぐらいなんだけど、サイズ、あ、LL じゃちょっと大きいかもしれないね。夏ね、冬ではないから中に着ないと思うんで、基本的に、まあでもそうだな、腕伸ばす時を考えると少しこれぐらいゆとりがあった方が楽なのかもしれない。で、面ファスナーがねこちらあるんで調整できる形になってますね。はい、でバタつかないようにさっき言ったようにこれね、調整のベルトがあるんでこれで調整するような感じ、腕回りバタつかなくていいよね。で、ここにね、エルボーとこの肘のこことかね、ここのところに、パッドが入ってますね。これ標準装備で入ってるんだろうね、はい、こんな感じで後ろはこんな感じね、ここもね前ファーストになってるんで、ウエスト周りがね腰周り、調整できるような感じになってます、はい、デニムジャンパー2500円で、パンツが2500円ね、できております。このパンツかっこよくないね、一応デニムな、これデニム生地みたいな感じだって、ヒッコリー2500円、これもねストライプでおしゃれでなんかいいんじゃないかな、こういうジージャンみたいな、ジージャンだね、あ、ちょっと薄手の素材だけど夏にはいいんじゃないのかな、あ、いいね、これいいね、これでね値段が2900円、バカ安だね。で、夏には結構ね、皆さん利用するベストね、まあアウトドアとかでも、まあタウンユースでも結構着たりする方が多いね。こういうベストなんかもデニムをはじめいろんなね柄が、ラインナップされてますね、いいんじゃないかな、値段が2500円で、前にあって、ボタンでね、だいたいね最近はねボタン1個とか2個が多いんだけど、 1,2,3,4 個のボタンでできてるからバイクなんかでもバタつかなくていいかもしれない。で後ろのね大口の、はいね、入れられるようになって、前4箇所だね、4、あとフロントにもここ胸のところにも入れられるから全部で6箇所、前に1,2,3,4、あ、ここにもあるから5だ、ポケット5で6、左右で6,7、7個のポケットがあるんだねこれね、ベストだけでやばいね。すごいな、またこんなのも、はい、腰なんか言わしたら最高にいい、いい感じですよね、素晴らしい、こんなのもあったりするんだ、腰痛の原因は、過度な腰の曲がりというふうに、過度な腰の曲がりというふうに言われてるんですが、
このサポートジャケットは後ろの外骨格をご自身の背中にもう一本付け足すことによって前かがみになった時の姿勢の腰の曲がりをこのボーンが後ろから引っ張って吊り上げてくれるような役割をします。で、ボーンの上部はしっかりと曲がる構造になっており作業が快適に作業がしやすくなります。で、下の部分に関してはすごい硬くなっているので腰が曲がりにくい姿勢を保ってくれるようになっております。で、合わせてこのマッスルベルトと呼ばれる、ゴムの、反力ですねが物を持ち上げたりとか中腰姿勢する時のもも裏の筋力補助の役割をします。で、このバックボーンの機能ともも裏の筋力補助のマッスルベルトの機能を持ち合わせてこの腰の負担っていうのを最大で 43% 軽減することができます。で、はい、あと膝のベルトつけるだけでもいいですね。はい、ベルトはご自身の膝のお皿の下に、はい、まあ、あの普段のご自身の体だと思って荷物を持ってみてください。重てえな。まあまあ重たい、まあまあ重たいですね。このアシストスーツ足腰の補助しかないので、はい、腕はあんまり、あ、はい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 、で足腰で物を持ち上げるようなイメージでもう一回持ってみてください。足腰結構腰くると思うですね、はい、言わせちゃいますね、これだとね、はい、で次はちゃんとアシスト力を、はいはい、今何を行ったかというはい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 、ああなるほど、どんどん張力が今使ってない状態、はいはいはい、ベロンベロンの状態、はい、あこれをねバックルはくっつけてボーンが一体型になります、はい、はいはいはい連動するようになります、はいはいはい、ということで腰が曲がりにくくなるということです、はい、はい、ちょっと、はい、はい、どうぞ、はい、で足少し開いていただければ、はい、はい、はい、おっとマジすげえ何これスッと物が当たる感じが、ああすごいすごい、はい、伝わると思います。おお。あすごいですねこれ、これすごい魔法みたいな。であと合わせて、はい、先ほどの中腰姿勢維持っていうところもかなり効果的なんですけど、はい、ぜひじゃあちょっとこちらの方に立っていただいて、はい、中腰をちょっと伸ばして、はい、はい、そうですね、まあ、ちょっとゴムに寄りかかるような感じで、はいはいはい、それで私が、はい、ちょっと前かがみになってください、はい、3人でこのアシストを蹴ってます、はい、はい、おおおおこんなに針が来ますよね、はい、でこの中腰のステージっていうのが、ね、効果的なバッテリーです。農具作業だったりとか、そうですよね、中腰でこう作業してる人はこれがあると、まあ、ちょっと寄っかかってる感じでアシストしてもらってる感じですよね。まさにそう、体を落としてもらって、はいはいはい、そうですよね、これすごいよ本当に、で脱ぐのもすごい楽なので、これは明日、はい、ベルト外して外してだけです。あ簡単だ、はい、あの誰でも簡単に着脱ができるので、はいはい、面ファスナーですごく便利で、あこうやって簡単ですね、これすごいよこれおいくらなんですか、これ税込みで14,800円、いいですね、14,800円、10万円前後、そうですよね、これすごいですよ、ありがとうございます、すいません。Nowadays the pain follow me, deal with trauma privately. I don't wanna be a burden, I handle things defiantly. Spent a decade searching for a higher power guiding me. Figured out that faith is not up there, that it's inside of me. Act with execution, what's the plan with zero...今回の中で僕がね、皆さんに一番こう今日の展示会来てね一番気になったね商品をねご紹介したいと思います。こちらねもうこの2点、バッテリーで使える、まあ、これ瞬間冷却、そしてもう一つが、冷却とこう、まあ、要するにあったかくなったりするやつがついてるやつだよね、こちらがちなみに 19,800 円
で、こちらが 17,800円のね、展開されるんだけども、このバッテリーなんだけども、もちろんモバイルバッテリーが使えるんだけど、タイプ A なんだよね、これ。だからタイプ A なんで、例えばバイクなんかだったらそうなんだけど、まあ、USB デバイスがあれば、ね、これをデバイスに挿して、瞬間冷却が楽しめる。で、ね、こちらがすごいのが、3段階、3モードになってて、まず1つが、ジャック、強弱があって、この2つともう1つが揺らぎって言ったかな、揺らぎっていうモードがありまして、そうすると、強弱を繰り返してくれるらしいんだよね。それによってずっと冷たいと感覚が麻痺しちゃう。弱いとちょっとあれだけど、強弱を繰り返すによってより冷たさを感じることができる。なんかまたすごいのがあるぞ、これ。なんだこれ。これは、要は、何？冷感を体感できる。商品名としてはこの、アイスベストという、あとウィンドコアというブランドで新しくいるものなんですけれども、はい、まあ、ペリチェ素子という電気を通すと冷たくなる電子デバイスがありまして、この電子デバイスを使って、はい、まあ、ワーカーの方々、作業員の方々がよりまあ快適に過ごしていただけるデバイスに、実際これをちょっとここを触ってみていただくと、はい、すごい冷たいので、はい、じゃあ、おお、冷たい。すごい冷たいんで、はい、でこれがもう背中のこの首の下ですね、はい、血流が頭への血管が集中してこの辺りを冷やすことで、はい、まあ、作業していてもすごくこう冷たく感じて快適という、あちらにあるベストがありますけど、はい、このベストと組み合わせて、はい、この後ろ側にここにさっきの装置がいまして、シャツの上から体をぐーっと冷やしてあげて、はいはいはい、ここにバッテリーが入ってまして、はいはい、ここのボタンで操作ができる、簡単にできるんですね、はい、操作が、すごい、これはすごい考えたな、これ、便利ですね。去年からあの出てるんですけれども、はいはい、今年はモデルを2つに増やしまして、はい、で1つは、まあ、冷却のみ、もう1つは、まあ、暖房の方もいける、ちょっと大きくて重くてお値段も高いんですけどという、まあ、2ラインナップで、バッテリーで 5,6 時間ぐらい、ちょっとモードが超中で揺らぎみたいな3モードあって、少し時間が違うんですけど、まあ、大体5時間ぐらい、5時間ぐらいはよく、あとモバイルバッテリーなんで、モバイルバッテリー差し替えていただいたら、あの何時間でも、そうですね、もう1個持っといていただいたら何時間でも使えるという、でタイプ A で、タイプ A 使いますので、はいはいはい、逆に言うとバイクで USB タイプ A で供給できるんでしたら、もうそこへ差しちゃえば無限にずっと使えるってことですね、はいはいはい、タイプ A なんでね、こちらが、ウィンドコアから出ているね、17,800円、ね、こちらが19,800円、ちなみに東北大学、ね、病院監修の、ね、検証試験を元にしたペルチマ、はい、これはすごく僕今回の中で目玉商品なんじゃないかなと思って、この夏ねぜひねゲットしていただいたらいかがでしょうか。はい、いかがでしょうかね、今日ねいろいろご紹介させていただいたんですが、まあ最後ねバイク用品に関しては、まあ冬ほどのラインナップはないものの、今回気になったね目玉のあのプレートはね、すごくねバイク乗りに乗ってはすごく大事なアイテムになっていくんじゃないのかなと思うんで、ぜひね早め早めにね人気な商品であったりとかカラーサイズというのは、あのなかなかね早め早めにね購入しないとゲットできないと思いますので、お早めのご購入をお勧めします。ではまた次の動画でお会いしましょう。